はい、じゃあ始めたいと思います。では、阿弥陀仏の本願の、まあ、11願から、18願までをですね、まあ、簡単にね、まあ、簡単な説明程度になりますが、お話をさせていただきたいと思います。まず、弥陀の本願の11願、これは必死滅度の願。12願が光明無量の願。13願が寿命無量の願。14願が声聞無臭、ね、数が限りない声聞無臭の願。15願が眷属長寿の願。16願が離紀元明の願。17願が諸仏称名の願。18願が死心信行の願ということでありますね。で、この、願の中で、まあ、特に親鸞聖人が、大事だと思われたのがですね、この11願死死滅度の願、そして光明無量の願、寿命無量の願。この必死密度の願は、教行信証の、召喚にですね、この内容を詳しくですね、親鸞聖人は、書いてくださっています。そして、神仏土管に光明無量の願、寿命無量の願をね、親鸞聖人は、詳しく私たちに、教えてくださっています。そして、17願諸仏称名の願、非常に大事ですから、教行信証の、行間に、詳しくこの願について教えてくださっています。そして、教行信証の神官に18願の死心信行の願をですね、神官に、詳しく教えてくださっています。で、この後、まあ、後でまた話しますけども、19、20願はこれ方便の願ということで、祁答官に、救われる道程を、ね、19、20願として説かれ、教行信証に説かれていると。だから、この願を実は説明しようとしたのが教行信証なんです。で、教行信証のまず教官は、これは大無量寿経こそが真実の経であるということをですね、明らかにするためにまず、教官が説かれていますね。教行信証の教官といったら、これは大無量寿経の教えこそが真実の教えであると、略して大経と言いますけどね、大無量寿経のことを略して大経と言いますが、大無量寿経こそが真実の経典であるということを、まず親鸞聖人は、教行信証の教官に明らかにせられる。そして、この我々が本当の幸せになるには、ね、行が必要だということで、仏教でいう我々が本当の幸せになれる行とは何かについて書かれたのが教行信証行官。その内容が17願の諸仏称名の願です。そして我々がこの悟りを開く、この仏教の目的は正ですからね、悟りを開く、この悟りを開くに絶対必要なのが行と信、まあ、特にこの信がですね、当時おろそかになっていた面があったんで、この信心を特に親鸞聖人は強調せられた、ね、信がなかったら絶対に悟りまで到達することができないということで、この信と行二つ揃って私たちは悟りを開くことができます。そこでこの信観は特に、信は特に大事なので、十八願の御心をですね、特にこの教行信証信観では、ね、本と末二つに分けて明らかにしようとなさっています。そして、私たちはこの信心と行によって、信と行によって、悟りが開かせていただける。
じゃあその悟りの内容ですね、この悟りとは一体どういうこの内容であるか、それが本当の弥陀の浄土、真実の仏の世界、真仏ですね。またそれはどういう仏様が、ね、この浄土をお作りになられたのか、ね、本当の阿弥陀仏、真仏、真仏真土と言われますね。本当の阿弥陀仏とは一体どういう方であるかを明らかにしたのがこの十二願十三願、またこの本当の弥陀の浄土、本当の真の弥陀の浄土とは一体どういう世界であるかをですね、鮮明になされたのが神仏土観。だからこの聖観をですね、詳しく開いたのが神仏土観になります。だからこの聖観を詳しく開いたのが神仏土観なんですね。だからこの真実の願といったら、このね、必死滅度の願、光明無量の願、寿命無量の願、諸仏称名の願、死神信仰の願、この5つが真実の願なんですね。ただこの5つの願を、浄土真宗ではね、五願開示といってね、5つの願いを明らかにせられた。この弥陀の本願といったらこの十八願なんですけども、この十八願の心を開いたのがこの5つなんです。まあ、これをね、まあ教学的に言いますと五願開示と言います。五願開示、この十八願の御心を知ることが一番大事なんですけどね、浄土真宗では。十八願こそが弥陀の本願の本心。この十八願の心をですね、詳しく開いたのがこの11願、12願、13願、17願、そして18願。これを、教学的には五願開示と言いますね。5つの願いを開き示す。18願の心を開いたら5つの心になると。だから教行信書といったら、この弥陀の本願を明らかにせられた、ね、まあ、世界の名著の中の名著であります。その具体的な内容は、特にこの、ね、11、12、13、17、18なんですね。これが真実の願です。そしてこの真実の願に導くための願として、19願、20願が解き明かされました。これが方便の願でありますから、方便化身土観、ね、化土観というのが、この後ですね、19、20願に誓われ、我々を救うための道程が示されています。このように親鸞聖人はですね、弥陀の本願を、ね、解釈せられ、明らかにせられました。まずこれがまあ概略ですね。まあ、これ知っておかれてもいいと思いますから、紹介しておきたいと思います。じゃあ簡単にね、どういう願であるかをね、見てみたいと思います。まずですね、11願を見てみると、これは26ページですね。後ろから、最後の行から見てみたいと思います。11願ですね。たとえ我仏を縁に、国の中の任天、成就にも従し、必ず滅度に至らずば、少額を取らじ。これ意味はですね、この私が仏になったならば、私の国の中、私の作った浄土の中の任天、これは人々ですね、浄土の人々が、必ず少成就に従してみせる。そして、滅度に至らしてみせる。この十字架には二つの願いが込められています。ね、我々を成就、正確に言いますと、少成就ですね。少成就に至らしてみせる、我々をね。そして、そういう私たちを滅度、ね、仏まで、導いてみせると。少成就になった人を必ず滅度まで必ず至らせるというのが、11願であります。ただ、大きくね、願いが2つありますね。我々を少成就にまで導いてみせる。そして、少成就になった人を今度は、仏の悟りを開くところまで、導いてやるぞというのが、この11願の御心であります。で、この御心についてはね、まあ、大事な内容でありますから、正真偈にね、このようにおっしゃってます。この聖典では207ページ、ご覧になってください。
後ろから3行目ですね、昇進下の、この上等学生大涅槃必死滅道願成就と、こう親鸞聖人おっしゃっておられます。これが、11願の御心ね。頭角をなり大涅槃を称することは必死滅道の願、必死滅道の願成就したまえりと、こうあります。これはちょっと内容が違いますけどね、同じ内容なんです。この昇進下はこの大不老寿経の訳本といってね、訳した人と時代がちょっと違いまして、無量寿如来へというね、そういう大経の異なった訳のお経があるんです。それを引用されて、十一願を説明しております。この如来という本ではね、正常寺のことを頭角と言われてます。頭角、上等学生大涅槃、ね、上等学生大涅槃、頭角をなり大涅槃を称する。これが十一願の内容なんですね。十一願、この大不老寿経では頭角のことを正常寿と言われています。そして大涅槃のことを滅度と言われていますね。意味は同じです、ね、大不老寿経では、頭角のことを正常寿、略して成就とこう書かれています。そして、滅度のことを大涅槃と言われている。意味はですね、成就ならば、まさしく仏になることに定まった人たち、それを、如来ではね、ほぼ仏と等しい悟りですから、一応正常寿はですね、自覚から言ったら仏なんです。真理が初めて見えますから。それで、諸寺41段ですね、41段以上仏教では正常寿と言います。それを、頭角と言われてるんですね。ほぼ仏じゃありませんが、一応仏と等しい位ということで、等しい悟りということで頭角と言われています。そして大涅槃、これは、いわゆるニルバーナ、ね、煩悩が吹き消された仏の世界を大涅槃と言いますね。それを、ね、滅度とも言いますから、苦しみが滅し、煩悩が吹き消され、苦しみが滅して渡る、ね、浄土に渡る、ね、それを滅度と言いますね。でこの、上等学生大涅槃、頭角を私たちが乗じて大涅槃を称することができるのはなぜかといったら、自分の力じゃないんだと。阿弥陀仏がこの十一願に必死滅度の願がすでに成就しているから、この願い通りですね、成就しているから、だから必ずね、私たちも、時間はかかるかもしれませんが、この願いが我々に届いて、必ずまず正常寿まで私たちを導いてくださる、頭角まで導いてくださるし、その後、ね、大涅槃滅度まで私たちを、ね、導いてくださる働きがすでに存在しますから、ね、必死滅度の願が成就してますからね、頑張ってくじけずに、求めてくださいという親鸞聖人の御心であります。これが11願ですね、はい、じゃあ次、12願に行きたいと思います。質問いいですか？あったら言ってくださいね。じゃあ次12願いきます。12願読んでみるとですね、27ページ、たとえ我仏縁に、巧妙よく減量ありて死母百千億なゆたの諸仏の国を照らさざるにいたらば小学を取らじ。これはですね、たとえ私が仏になったならば、この光明がもし減量があるならば、光明に限りがあるならば、ね、限りがあってもう百千億なゆたといったら、もう限りない非常に多くの数のもつ諸仏の国を照らすことがなかったならば仏にはなりませんということですから、もう十方世界すべての国を照らすと、照らすこのね、場所に隔たりがない、すべての国をあまねく照らしてみせるというのが、阿弥陀仏の光明無量の願。だから
どこにいても救われます。別に場所は決まってません。どこにいても、仏法を求めていくならば必ず救われますと。だから場所は関係ないということが分かります。十方をあまねくね、充満してますから弥陀の救いはね、これが十二願ね。次十三願読んでみると、たとえ我仏を縁に、寿命よく減量ありて死も百千億なりたこうにいたらば少額を取らじ、ね、私が仏になったならば、もしこの私の寿命が命が限りがあるとするならば、限りがあって、死も百千億なりたこう、ね、もし限りがあるとするならば命は少額を取りません、ね、仏にはなりませんと言われ、もうすでに阿弥陀仏仏になっておられますから、ね、もう寿命無量の身になられたということであります。まあ、実際この本願が成就していることはね、大無量寿経に書かれています。阿弥陀仏はもう光明無量、寿命無量の、ね、この願い通り、すでに仏になっておられますから。だから、ね、寿命無量の、ね、願いをお持ちでありますから、ね、いつの時代の人でも救われる。ね、時間はかかるかもしれませんが、必ずね、救われますと。どれだけ時間がかかろうがですね、いつの時代の人でもですね、救われるように阿弥陀仏は誓いを立てられたということであります。ただ、弥陀の本願は、三世を貫き、十方をあまねく、そういう働きを持たれたのが阿弥陀仏であります。じゃあ次、十四願ですね。十四願は、声聞無臭の願、声聞無数の願とありますね。読んでみますと、たとえ我仏を縁に、国の中の声聞、よく蹴りを割りて、死も百千、死も三千大千世界の声聞、縁覚が、百千号においてことごとく共に、蹴行して、蹴行して、その数を知るに至らば、少額を取らず。これはですね、私が仏になったならば、この私の作った弥陀の浄土がですね、この浄土にいる声聞、これはまあ浄土にいる人たちですね、声を聞いて、聴聞して救われようとする人たちが、いて、その人たちがですね、計算して、ね、この大宇宙のですね、この声聞縁覚がたくさんいると。そういう人たちが集まってね、百千号、すごい長い時間かけてね、計算して、もしその数をね、知るようならば私は仏にはなりませんと。ということはですね、もう数限りなくですね、弥陀の浄土にはね、そういう人がいる、集まるんだと。限定しない。ある意味、どんな人も、すべての人は、弥陀の浄土に往生でき幸せになれることを表そうとしています。だからたくさんの弥陀の浄土にはたくさんの人たちがいるようにしてみせると、もう差別はない。どんな人もですね、まあ聞くものを救い取るというのが、まあ、弥陀の本願にある仏教ですから、ね、だから弥陀の浄土にはですね、たくさんの数の浄土に往生した声聞がいると。声聞だから浄土の主張です。浄土の人たちはたくさんいると。ある意味、どんな人も浄土に往生できる。まあ、これは、この十二願と関係してますけどね。あまねく全ての人をね、救うという弥陀の本願だから、どんな人でもね、弥陀の浄土に往生できるということを表そうとしています。十二願と関係してますけどね。弥陀の浄土にはたくさんの人たちがいると。もう数限りなくね、また、いるようにしてみせると。まだ浄土にね、往生してない人もたくさんいますから、往生できるように、導いてみせますというのが、この十四願になります。じゃあ次十五願いきます。十五願ね、眷属長寿の願、読んでみますと、たとえ我仏を縁に、国の中の任天、自分欲減量なからん、その本願ありて、主短自残自在ならんおば覗かん。もし、しからば、しからずば、少額を取らじ。これは少し難しいですね。
これもです。これは今度は十三眼に関連してますね。寿命無量の十三眼に関連して十五眼が説かれてます。どういう意味かと言いますとですね、まずこの意味ですね、眷属長寿という意味ですね。この本願の意味をちょっと説明いたしますとね、この眷属と言いますのは、これはですね、阿弥陀仏の、この、親戚とか、家族とか親戚とかそういう意味合いなんですね。仏教で眷属といったらね、知り合いとか、関係のある人、親戚のような意味合いで仏教ではこの眷属という言葉を使われますね。知り合いとか眷属。私たちは弥陀の浄土に往生しますと、阿弥陀仏と家族になれる、阿弥陀仏と親戚になりますから、阿弥陀仏から賜る、知恵と慈悲によって私たちも浄土に往生できますからね。だから阿弥陀仏の眷属、家族、もしくは親戚というか、そんな感じで、仲の良い関係になることができると。でしかも浄土に往生したならば、寿命無量の働きが、私たちに届きますから、当然長寿、長生きをすることができる、永遠の生命を賜りますから、当然、阿弥陀仏と同じ、弥陀堂体の悟りがやがて開ける身になれますから、だから眷属長寿、私たち浄土の修行、聖門も眷属も同じような意味合いで言われてますけどね、眷属、私たちは長生きができると。だからこの十三眼と非常に密接な関係があるんですね。でこの本が読んでみると、国の中の任天、任天とはこれは、人間界、天上界という意味ですけどね、任天で人々ですね、国の中の人々を仏教で任天と言いますね、浄土の人々は寿命よく減量なからん、実は限りがないんですね。先ほど十三眼で誓われました通りです。ところがですね、人々を救うためにね、あえて人々を救うためにね、活動する場合ならば、やはりこの人間に生まれてこなければなりませんから、人間に生まれたらまたですね、寿命は当然短くなったりするんですね。それでその本願ありて主短自在ならおばのぞかん、この主短というのはこれは長い短いです。この主というのはね、ちょっとこの字適当じゃないんですね。この主はこれ長という意味ですね。長、長い、長短でいいですかね。主短とありますけども、意味合いからすれば長短。あなたはね、この本願があるならば、本願があるならば、あなたね、人々を救うために、長くても短くてもいいですよと。人々を救うためにはね、命ね、長生きもできれば短くもね、自在、自由にあなたできますよと。永遠の生命はありますけどもね、永遠の生命はあるんだけども、人々を救うためにね、寿命を長く持ったり短くしたり、それはあなたの自由ですよと。自在ならんおば覗かんと。人々を救うためにね、そういう、長短自在ということが誓われていると、こういう内容であります。これが、15眼の眷属長寿の眼。だここは13眼に収まりますからね、あまりこの14眼15眼については聞いたことがない話なんですけどね、一応参考までに。じゃあ次、16眼いきますね。16眼、16眼を読んでみると、たとえ我仏を縁に、国の中の任天ないし不全の名ありと聞かば小学を取らじ。まずこの意味を説明いたします。16眼はどんな意味かと言いますと、理起源名の眼ってありますね。理起源名、起源を離れる、起源の名前すらも離れる。これ何かと言いますとですね、この浄土にはですね、不善の名とありますけどね、悪の名前すらないんですね。この悪口とか、無視するとか、悪口言ったりとか、そういう、この浄土にはもう汚い言葉がないんです。悪という名前すらない世界なんです。これが弥陀の浄土なんですね。
書かれてますわね、この16願は、ね、国の中の任天この私のいる私の作る浄土にはないし不善の名不善とはこれは悪のこと善じゃないと書きますから悪ですね。つまり自他を、ね人や自分にね損なったりね、損害を与えるようなもの、ね、人を苦しめるような行いもないしそういう言葉すら名前すらないと。そういうもし悪という名前すら名前があったならばそういう名前があったと聞いたならば私は仏にはなりませんと。もう悪という行いはないけども悪という名前そんな言葉すら存在しない世界に私は弥陀の浄土をしてやりたいとこう誓われたのであります。それをですねこういう別名で、昔から言われるんですね、まあ、この起源という言葉は使われてませんけどね、この十六願をこういう言い方で、昔から言われてるんですね。起源とは何かと言いますと日本語で言うならば今の日本語のご機嫌ようという言葉と同じ意味です。言いますね。あまり言いませんかね。ご機嫌よう、ご機嫌いかがですかという語源のもとはこれなんです。本当の起源というのは何かと言いますと今ちょっと字が違いますけどこの木は今機械の木になってますけどね。本当の起源という意味は木はこれそしる剣はこれ実はこれ嫌うという感じなんですけどね。まあ、この言葉がですね教行信証にありますからちょっと見てみたいと思いますね。この浄土はですね実は起源がないというふうに言われるんですね。弥陀の浄土は起源がないという表現があるんですね。ですね389ページ本当はこの言葉の方がいいんですけどね。起源今の日本語はこの言葉ですからね、389ページの後ろから2行目禅の大師こうおっしゃってますね。起源長く起源を断ちて等しく右脳なし人も天も善も悪も皆行くことを売る。これは弥陀の浄土について述べた、禅の大師の言葉ですね。弥陀の浄土というのは長く永遠に、ね、永遠に起源が断たれている。そして等しく平等に憂いや悩みがないんだよと言われています。弥陀の浄土というのはですねこの阻止ったり嫌ったりすることがないんです。悪がないですから、ね、このシャバ世界では阻止ったり嫌うことがありますけど弥陀の浄土には阻止ることがないし嫌ったりすることがない。みんなねもう顔も抜群ですしスタイルも抜群ですし平等一味の世界ですからそんなガタが、ね、ガタピシというねこの人を差別したりねこの分けたりすることがないんですね。ただ起源がないんです。ただまさに利益起源の名前すら離れた、ね、離れさせてみせると弥陀の浄土はね起源すらない悪の名前すらないのが弥陀の浄土であると。これが本来の起源の意味ですね。今の日本語ではちょっと違いますけど今の日本語は、ご機嫌いかがですかと言ったら、ねまあ、ご気分はいかがですかという意味合いで使いますね。あるいはご機嫌ようと言ったら、ね、機嫌はどうですかという意味ですけど本来は違うんです。本来は、ね弥陀の浄土は機嫌がいいんです。機嫌がないんですね。ご機嫌ようと言ったら本来は弥陀の浄土に行きましょうというような意味合いなのかなと思います。これが本来の起源ね。阻止ったり嫌われたりそういうものがないのが弥陀の浄土。そういう阻止ったり嫌うことから離れた、ね、のが弥陀の浄土。その名前すら悪の名前すらないのが、弥陀の浄土であるということをね阿弥陀仏は誓われ、まあ、そういう世界にしてやりたいと願われたんですね。これが十六願であります。じゃあ、次十七願ですね。十七願見てみたいと思います。
で17眼はですね、諸仏称名の眼、まず意味はですね、諸仏が褒めたたえる、まあ、ここを皆さん誤解している方ありますけども、この名をたたえるとありますけどね、これはただ南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏とただ口でね、発音することじゃありませんから、まあ、諸仏方仏方がですね名をたたえる、これは説法のことを言います。諸仏方が説法することをここで称名と言われています。まあ、称と言ったらですね、これは、文字通り口で発音する唱えるという意味もありますけれども、もう一つね、称賛、褒めたたえるというね、称賛するという称の意味がありますから、ここは当然称賛、ね、褒めたたえるという意味で称名と言われています。名をたたえるとは、ね、いわゆる説法をする、ね、私たちが救われる行はですね、諸仏の説法なんですね。説法を聞く聴聞、もしくは自分が説法をする、これが浄土に往生する行なんです。もちろん信心をね、兼ね備えて、この信心とそして説法もしくは聴聞、これを仏教で念仏とも言いますけどね、念仏という行、聴聞と説法という、ね、行によって私たちは悟り、ね、絵を開かせていただけると。まあ、ここは誤解がないように、親鸞聖人ですね、誤解がないようにするためにね、この教行信証行間にね、そのことをはっきりと述べておられますから、そこをね見てみたいと思います。行間を開いてみるとこういうふうにおっしゃってますね、270ページ、270ページにこのこういうふうにありますね。まず表庫諸仏称名の願、いわゆる17願の御心を、行間で明らかにする、これが17願の願こそが浄土真実の行であり、先着本願の行であると。浄土真実の行、先着本願の行とはまさに諸仏称名のことを言うんだと。でこれはですね、説法であることを示すためにね、この後ですね、この大行本願をちょっと読んでみると、次のページね、前から 1,2,3,4 行目見てみるとね、括弧3から見ています。大行本願、この大行がの元源は何かといったら、しかるにこの行は大悲の願より入れたり、この17願はですね、阿弥陀仏の大慈悲の願いから起こされたものであると。ひたすら説法によって救っていこうとなされるんです。この行は大悲の願意から出たものである、すなわちこれを諸仏称用の願と名付く。諸仏が称用とは、これ褒めたたえるですね、称は称える、用は掲げるとかいう意味ですね、褒めたたえるという意味ですね、称用、諸仏が褒めたたえる願とも言い方があると。あるいはまた諸仏称名の願と名付ける、また諸仏死者の願、この死者難しい漢字ですけどね、これは死も者も褒めたたえるという意味ですね。死も者もこれ漢字調べてみると褒めたたえるという意味になってますね。なんか次という漢字にね、口と書いて、これが死、者は口辺に差別の差ですね、死者と、こう信頼書に書いてますけど、これ死も褒める、シャーもこれ褒めるですからね。諸仏が褒めたたえるというのは仏法なんです。仏法を褒めたたえる、いわゆる阿弥陀仏のお徳である知恵と慈悲を褒めたたえる、知恵と慈悲を褒めたたえ、そして皆さんに届けようとなされるんですね。これを褒めたたえているのが諸仏なんです。諸仏死者の願、またね、これは親鸞聖人が初めて使われた言葉なんですけども、この11願を17願を王僧恵光の願と名付くべし、ね、これはこう名付けるべきだという意味心ね、これ親鸞が初めて使いますから名付くべしと言われてますね。名付くは過去そういう高僧方がね、そういう表現を使ったことをそのまま、
使われてますが、親鸞聖人が名付くべしとおっしゃっているのは、これは親鸞聖人、私が親鸞初めて使いますという御心で名付くべしと言われています。王相栄光の願が17願だと。つまり書物の説法、我々ならばひたすら聴聞する、聴聞と説法によって私たちは王相栄光、ね、浄土に往生する、ね、そういう身になれるんだと、ね、王相栄光、ひたすら、ね、栄光していく、ね、この知恵と慈悲を、ね、与えていただき、また、ね、自分がもしそういう身になったら、ね、与えていく王相栄光と名付くべきじゃないかと。そしてまたね、千尺称名の願と名付くべきなり、これこそが阿弥陀仏がね、選び取られた、ね、称名を選び取られた、まさに説法、この聴聞と説法によって、ね、これが一番我々が救われる近道でありますから、阿弥陀仏が選び取られたのが称名であると、こういうふうに名付けるべきではないかという御心で、千尺称名の願と名付けなさいと、こう17願を、言われております。本当にそうかと言ったらですね、この後ですね、このご自身のこの理解は親鸞が勝手に言ってるんじゃないということで、この後ね、経文の印象といってね、この後引用文がいっぱいありますね、真ん中にありますね、経文印象とありますね、諸仏称名の願ね、お経を引用され証明されます。今言ったことはね、親鸞が勝手に言ってるんじゃないと、ちゃんと今からね、根拠を挙げましょうということで言われています。いくつか紹介しますね。まず、この後ろから4行目、はっきり書いてますね。衆のために宝蔵を開きて、広く功徳の宝を施さん。常に大衆の中において、説法を飼育せんと、こう言われてますね。これが十七願の御心なんですね。大衆のために、宝の蔵を開いて、広く功徳の宝を私は施します。阿弥陀仏はそうおっしゃるんですね。そして、この私は常に大衆の中において、説法を四粛せん。私は大衆に、この証明を、つまり、説法を四粛、ね、獅子のように叫ぶ。句はこれ叫ぶです。獅子のように私は説法する。説法して、この功徳の宝を施していく。つまり、知恵と慈悲を施していきますと。これが我々が救われるために必要なこの行なんですね。そしてまた最後の行にね、願成就門、この17願が成就したことを証明するために、後ろから2行目ね、願成就の門、距離の玉悪、十方豪者の諸仏如来、大宇宙の、元日川の砂の数ほどの仏様は、皆ともに口を揃えて無量寿仏阿弥陀仏の異人苦毒不可思議なるを三段したも、口を揃えて阿弥陀仏の偉大な、ね、偉大な力のある苦毒のある、想像もできない、ね、いわゆる苦毒、ね、知恵と慈悲、これを三段称名褒めたたえておられると、諸仏がね、説法されていると、こう、大名寺教でおっしゃっていると。まあ、他にもこの後ね、ずっと引用文を読んでみると、ね、ひたすら諸仏が褒めたたえていることを、ね、紹介されて、この諸仏称名の称名とはね、ただ口で南無阿弥陀仏と唱えることではないんだと。ひたすら諸仏の説法によって私たちは弥陀の浄土まで往生させていただけるということを、この行間で明らかにしようとなさっているということなんですね。まあ、18願についてはね、これまた時間がかかりますから、また、次のご縁にまた18願についてはお話をさせていただきます。じゃあしばらく休憩を入れて。